フリアよみ返り少女は2012年のスペインのホラー映画アントニオ・チャバリアス監督脚本2012年2月に開催された第62回ベルリン国際映画祭ではコンペティション部門で上映された教師を務める夫妻ダニエル・トラウラは子供ができずに悩んでいたある日ダニエルの親友であるマリオから7歳の娘 フリアに会ってマリオとダニエルの間に起きた事件を話してほしいと頼まれ、事件のことで関係が悪化していたダニエルはそれを断ってしまう。その夜、楽しそうに歌いながら入浴を楽しむ娘のそばでマリオは自殺をした。新聞で彼の死を知ったダニエルはラウラの勧めもあり、フリアのいる養護施設を訪れた。身寄りのないフリアを預かろうとラウラは提案するが、 ダニエルは反対する。それでもラウラは引き下がらず、結局、フリアは新しい保護者が見つかるまで一時的にダニエルらのもとに預けられることになった。フリアはラウラには懐くがダニエルに対しては冷たく、ラウラがいない時には前からダニエルのことを知っていると言い放っていた。フリアの行動にダニエルの精神が参っていく中、ラウラは フリアの看護圏の申請者に会いに行っていた。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。